リンカーン L シリーズは、リンカーンモーターカンパニーが初めて生産した自動車である。1920年に登場した L シリーズは、1922年にリンカーンが倒産し、フォードモーターカンパニーに買収された後も生産され、続けた。それは、メルセデスベンツ630、ロールスロイスファントム I、パッカード、キャデラックタイプ61を含む、 様々なトップレベルの高級車の代替となりうる選択肢で1930年にモデル系に変わられるまで生産された。L シリーズの組み立てはミシガン州デトロイトで行われた。1922年リンカーン L シリーズツーリングセダン第一次世界大戦の軍需生産をめぐるウィリアム・デュラントとの論争で会社を辞めた後、キャデラックの創業者ヘンリー・リーランドは リンカーンモーターカンパニーを設立した。リンカーンモーターカンパニーはリバティ V12 型航空機用エンジンを唯一の収益源として生産していた。戦争が終わるとリーランドはリンカーンの自動車を作ることにした。1920年に会社は再編され同年に最初の L シリーズが作られ1921年モデルとして販売された。L シリーズのデザインは ヘンリー・リーランドの義理の息子で、婦人用の帽子職人としての訓練を積んだ、アンガ・スウッド・ブリッジによるもので当時としては、古風なものと考えられていた。第一次世界大戦後の数年間、リンカーン・モーター・カンパニーは、戦後の不強化で虚偽の脱税を繰り返し、苦戦を強いられた。1923、リンカーン・アングエルシリーズ・ブランク・ーペ財政難に陥った、リーランドは、 1922年に会社をヘンリー・フォードに800万ドルで売却したが、この金額は、関罪人のアーサー・ージェー・タトル裁判長によって、決定された。ヘンリー・リーランドは、会社の価値を1600万ドル以上と見積もっていた。数ヶ月後、ヘンリー・フォードの経営スタイルを理由に、リーランド家は会社を去り、ヘンリー・フォードの息子のエドセル・フォードが、L シリーズの新しいボディを設計した。 エドセルは社長にアーネスト C ・カンツラーはゼネラルマネージャーに就任した。フォードにリンカーンが吸収された初年度頑丈な車であった L シリーズに油圧式ショックアブソーバーが追加された。エドセルとカンツラーは生産経済を導入して製造コストを1台あたり約1000ドル削減した。ホイールベースが130インチから136インチに 拡大された以外は、リンカーンモデル L のシャシーには大きな変更はなく、60度の L ヘッド V8 エンジンが生産され続けた。この V8 では、フォークブレードと呼ばれるピストンコンロットに斬新なアプローチが採用された。これは、2本のコンロットがクランクシャフト上の一つのベアリングを共有することを意味し、クランクシャフトを短くして、 エンジン全体のサイズを小さくしながらも、357.8cu インの排気量を実現した。また、両バンクのシリンダーは互いに相載されていない。1923年には、エドセルの式のもと、2窓と3窓の4度ダン、4人乗りのフェートンなど、いくつかの新しいボディスタイルが、モデル L に導入された。その他にも、2人乗りのロードスター、 7人乗りのツーリングセダンとリムジンが5200ドルで発売された。セダン、リムジン、カブリオレ、タウンカーはコーチビルダーのフリートウッド、ダーラム、ディートリッヒによって提供され、カブリオレはコーチビルダーのプランによって提供されたボディを選ぶこともできた。これらのコーチビルダーによってボディが仮装された車は7200ドルもした。 比較的ニッチな市場セグメントであったにもかかわらず、リンカーンの売り上げは約45%増加し、7875台を生産し、1923年末には利益を上げていた。1924年にはニッケルメッキのラジエーターシェルを採用するなど、L シリーズの外観を一新し、1925年にはカウルランプがなくなった。前後バンパーが 標準装備された。最小の L シリーズは2ドア2人乗りのロードスターだった。1926年は内装の一部が変更された以外は基本的に同じであった。1924年、全国の警察署で大型ツーリングセダンが使用されるようになった。これらの車はポリスフライヤーとして知られており、四輪ブレーキが装備されていったが、これは 民生車に導入される2年前のことだった。厚さ7、8インチの防弾フロントガラスと、フロントガラスの端にスポットライトを取り付けた特別装備車で、運転席には自動ワイパー、助手席には手回し式のワイパーが装備されていた。排気装置には警察のホイッスルが取り付けられ、重火も装備されていた。1927から28。 リンカーン L シリーズリムジン1927年、L シリーズは四輪標準の機械式ブレーキを備えた小型ホイールを採用した。すべての軽機類は楕円形の表面に配置された。1928年にはエンジンが大型化された。1929年には安全ガラスと二重ワイパーが採用された。1930年は L シリーズの最後の年であった。 リンカーンは1920年代から30年代初頭にかけて数十社のコーチビルダーと契約し、1920年代にはアメリカン、アンダーソン、バブコック、ホルブルック、ジャドキンス、ラング、レバロン、ロック、マレー、トーソン、ミロビーなどが複数のカスタムメイド社を制作した。1930年代にはマーフィー、ロールストーン、ウォーターハウスが追加された。 1920年代のリンカーンでは、オプション装備は、必ずしも問題ではなかった。ニッケルメッキのラジエーターシェルは25ドルで取り付けられ、ニスを塗った。天然気のホイールは15ドル。ラッチホイットワースのセンターロックワイヤーホイールはさらに100ドルであった。ディスチールのスチールディスクホイールも60ドルで、購入できた。リンカーンは、当時のマーケティングツールとして用いられていた。 モデルチェンジを毎年行わないことを選択し、新規顧客を引きつけるよう設計された。当時のリンカーンの顧客は、異なるボディワークを持つ複数のリンカーンを購入することで知られていたため、そのような顧客基盤に対応するため、毎年のモデルチェンジは行われていなかった。L シリーズは、合計65,120台が生産された。CBS の古典的シチュエーションコメディー。 ザグッドガイズの最初のシーズンに1924年型のリンカーンが登場した。1986年のコメディ映画ザマネーピットでは1929から30年式リンカーンウェルシリーズの4ドアスポーツフェートンが購入した家の一部として付属していた。ありがとうございます。